さあ、喫茶店でおしゃべりもしたし、鎌倉のお寺も全部見たし、さあ帰ろう。いや、どうしたの？チッチはもっと真面目なことがしたいわ。真面目なこと？最近、ご無沙汰じゃん。やろ？いや、でも、僕たちは。平気。やりたい時にやるのは獣よ。獣？さあ、正義のために、獣になるのよ。行くわよ。あ、ちょっと、チッチ、チッチ、待って、チッチ。お待ちどうさまでした。アイブスランドファンの切実なるご要望に応え、夜の少年ドラマ、バロムアイの続編がここに完成いたしました。これは、どこにでもいる平凡な高校生サリーと、どこにもいない非凡な高校生チッチによる愛の物語。これは、こんなとこで、でも、砂が入ってたらどうしよう。そうね、バカ、それは特に言ってる。早く引いて。ところ変われば、砂変わるって言うじゃない。でも、みんな見てるよ。いいの、それぐらいの方が興奮するわ。バカ、私が言ったでしょ。チッチ、サリー、会えてるよ、合体。この二人の不純異性交友合体によって生まれた呪われた超人バロムアイ。バロムアイは今日もひたすら走った。一体自分は何のために生まれてきたのか、自分の目的は、自分の使命は一体何なのだろう。走っては休み、休んでは強化剤であるうなぎパイを食べ、腹が膨らむとまた走るという虚しい繰り返しをしながら、バロムアイは人生を模索した。暗黒のデスダーク、奴らは氷だ、砂漠の砂だ、燃やせているの熱い血を、セスランブルーだ、発信だ。この時、バロムアイはその美しい人形を一目見るなり、恋せずにはいられなかった。お名前を。ローレラ。おお、なんと美しい名前だ。お、なんと鱗が取れてるではないか。ありがとう、優しいお方。ローレライ。あなた、ほらおっさん、まあ、誰に言葉って人の女に手出してねえ。あんたこの人が急に来て乱暴。ほらほらおっさん、痛い目見るうちに置いとくもん置いとき。さようなら。ほらこれかけたらこの人は。これ何やこれ、こんなしょうもない私落としまつく思ってんのか。本当に金だ、金、金よこせ、ほら。うわぁ、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 悔しい。この野郎、頭きた、最後の手段だ、ガイラサンダー。私はバロムアイだ。やってまいりました、世紀の決闘、サンダ対ガイラ、いや、バロムアイ対ガイラ。それでは仕方がない、かかってきなさい。あれは悲しかった。もう二度と恋なんかするもんか。この波にこの辛い思い出は流してしまおう。と思い、海に向かって叫ぼうとしたが、気の利いた言葉は思い当たらなかった。やはり、自分にはこの言葉がお似合いさ。シックス！
どうなされた？あなたは？わしは鎌倉で寄りを結んでおる空海の兄で、空海陸というもんじゃ。欲望という名の煩悩を断ち切りなされ。たかが座るだけで呪われた宿命が断ち切れるわけがない、と思いつもとりあえず座禅を組んでしまうバロム愛であった。カツ！いや、僕何も言ってない。もうダメ、もうダメ。まだ。私は誰？ここはどこ？なんだお前たちは？お父さん。何やっとんな一体。うん、寝れたの。ダメだぞお前ら兄弟で変なことしちゃ。はーい。ねえお兄ちゃん、兄弟って便利だね。シスターイズコンビニエンスだろ。さあもう戦争始まったから家帰ろう。はーい。行くぞ。行こう。なんと前回でも紹介した通り、二人は兄弟であった。そしてなんとなんとその父の職業は聖なる職業お坊さんでもあった。ああ、聖と悪の板挟み。かわいそうなバロム愛の運命はいかに。このアナーキーなドラマはまた風雲急を告げ、いつか必ず続くのであった。